NHK 連続テレビ小説、朝が来た、のディーン・フジオカ演じる五代友厚が死を迎えてから1ヶ月、全国の女性ファンには、五代ロスが広がっているが、五代と入れ替わるように入ってきた新キャラクターにも熱い注目が集まり始めている。その人物とは瀬戸康史27歳演じる、成沢泉、1月30日に初登場して以降、成沢に胸キュンしてしまったファンからは早くも、五代様ならぬ、成沢という呼び名が聞こえてくるほどだ。